これでもうあと1週間経てば、とにかく俺も結婚生活になるんだからな。まあしかし早く一軒持ちてえな。こんな2階狩りじゃ本当のスイートホームとはいかねえからな。しかし彼女は何が好きだろうな。彼女の好きなものでホームを作ったら楽しいだろうな。もし芝居が好きなら芝居で家庭作っちゃおう。もし急激が好きなら急激のように。俺が帰ってくると風向きで女房どもどうもどうぞってなことを言うと、2階から大きな丸まげを振り立ってトン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 と折れてきて、あれはない両手をついて、我が妻様には今日は工場が早押しけ。あんまりいいセリフじゃねえな。しかしこれ新派が好きならばちょうど今の時代に合うんだからな。新派が好きで会ってくれりゃいいな。俺は帰ってくる肩口で泣いている。おいどうしたんだい、何泣いてんだい。あなた、どうした。あなた、あなたのお帰りが遅いので私寂しゅうございましたわ。それ言うてくれるな。わしもお前の姿が目にちらついて、おちおち仕事ができなかった。あなた、ブーンとくりゃいいんだけどな。どうもし歌劇が好きだと困るぞ。こりゃあれは歌わなくちゃなんねえからな。歌劇が好きだとなったら、路地を曲がる途端に俺は歌いながら言う。ぐれみカチャンカチャンチャンチャン、あおぎみぬんカチャンカチャンチャンチャン、かんがやくあーおんどんだちゃん、くじくじちゃん、くじくじちゃん。あのすいませんが、お2階もう少し静かにしてくれませんか。あのちょっと下で寝られませんがね。はい、どうすいません。あ、すいません。いやちょっと興奮したもんですから、いやおやすみください。いやもう寝るとこなんです。あ、おやすみなさい、おやすみなーいと言っといて起きてやいいんだ。寝られるもんかい。子供が生まれたら可愛いだろうな。子供、男の子かしら女の子かしら、まだ決まらねえだろうがな。両方いっぺんじゃ骨が折れるから一つにしとくが、生まれるしになったらお産婆さんにそう言っとこう。生まれたらすぐ知らせてくれと言えば、もう知らせてくれるだろうな。俺が下の方でお釜でお湯を沸かしてると、2階の方からまるーっと来たしや、もうこのはしご段を一足では上がれないから、ブラーってんで細かく駆け上がって、お産婆さん生まれましたか。生まれました。可愛い男のお子さんですよ。抱いてごらんさい。はありがとうございます。これが私の子ですか。は抱かせてもらいます。はありがとうございます。お可愛いですよ。これが我が子か。お父様ですか。そんなことは言わねえだろうがな。そんなに待せちゃってしょうがねえが、しかしこの子が二つになり三つになり、ことによると四つになるぞ。とにかく子供が四つになったら可愛いだろうな。そうなったらば一つ蓄音機でも買ってやる、レコードかけさせる。さあ童謡なんぞ覚えたらやりたがって困るだろうね。ちょっと表へ散歩に行くときも子供を真ん中で挟んで、いい気持ちだね。そうなるとまた子供はお父ちゃんが好きでお母ちゃんが好きだとこうなるから、僕ね、僕はあの歩くときにね、あのお母ちゃん手引いてくんなきゃやだよなんて言うと、そこは優しい母性愛に富んだ女房だから、あ、引いてあげますよ。お父ちゃんも手引いてくんなくちゃやだよ。まあお父さんなんぞよこだん。いやいや、でんでんでん、お父ちゃんが手引いてくんなきゃ僕ちゃんぽちないよなんてなこと言って、かわいいだろうね。じゃあお父さん手引いてあげますよ。じゃあお母さんも手引いてあげますよ。両方で手引くと子供は背が低いから真ん中にぶる下がっちゃって、お父ちゃんもお母ちゃんもあのいつもおんも歩くときみたいに、よいよいよいって言ってよ。いやまあ言いますよ、よいよいよい、はいよいと任せ。お父ちゃんも言ってよ。あの困んなどうも。じゃあよいよいよい、はいよいと任せ。子供は真ん中でよいよいよい、はいよいと任せ。はいよいよいよい、はいよいと任せ。はいよいよいよい、はいよいと任せ。あらよいよいよい、はいよいと任せ。あのお二階もう少し静かにできませんか。だんだんひどくなって埃が落ちて困りますから。はい、おやすみください。おやすみなーい。おやすみなーい。また下で起きてんのかな。こっちはもう一週間寝やしねえぞ、こうなりゃ。
新婚旅行なんたら楽しいだろうね。東海道まっすぐに下る列車の二等室、しかも並んで腰をかける。あいつはこっちで、俺はこっち、俺はこっちで、あいつはこっち、あいつはこっちで、俺はこっち、俺はこっちで、あいつはこっち、あいつはこっちで、俺はこっち、もし入れ替わっても同じことだ。さあ、そうなったら、肩と肩が擦れ合って、ガタガタ月間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 。本当にいい景色でございますわね。いい景色だな。僕は東海道何回も往復してるが、今日ほどいい気持ちで景色を見たことはないよ。どうしてこんなの景色がいいんでございましょう。あんたがそばにいるからだよ。そんなことないわよ。ガタガタ月間、ガタガタ月間、ガタガタ月間、ガタガタ月間。何かお前泣いてんのかい？泣いてるわけじゃございませんけどね。私考えたら少し寂しくなったんですよ。どうして新婚旅行に悲しくなるのかか。ないじゃないか。お前は僕が嫌なのかい？そうじゃございませんよ。けどもね、男の方って飽き性だって言いますから、いずれは私も家庭に留守番をしていてあなたが旅行なさるときには、一人で寂しく暮らすのかと思うと今から悲しいわ。冗談しちゃいけませんよ。あんたと二人がこの握った手は、行く気へ、蜘蛛長の末までもあの世までも離れませんよ。あなた痛いわよ。ガタガタ月間、ガタガタ月間、ガタガタ月間。どうにかなりませんでしょうかね。電気の玉に動くし、地震みたいな気持ちがして下にいられませんがね。二人の愛はいつまでも。何を言ってんですよ。時計見てください。もう一時ですよ。時計は一時でも、二人は永久でございます。